BMW3 シリーズ。3シリーズはドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売している乗用車である。かつて販売していた BMW2002 の系譜を受け継ぐモデルである。BMW の中核を担う主力モデルであり、欧州市場においてライバルとなるメルセデス・ベンツ C クラスと人気を分け合っている。アメリカ市場においてもスモールセダンの ベストセラーモデルとし人気を博しており、年間10万台以上販売される。日本市場において3シリーズは D セグメントにおける輸入車最良版モデルであり、輸入車最良版モデルであるフォルクスワーゲンゴルフ C セグメントと人気を分け合っている2007年1から6月期には、ゴルフに代わって3シリーズが輸入車最良版モデルとなったことがある。欧州における分類で、 D セグメント3シリーズコンパクトは C セグメントに属する後輪駆動 FR 一部モデルに4輪駆動 4WD の乗用車である3シリーズは1975年の初代 E21 登場時から現在に至るまで BMW の最多量反射種であり続けている全身は1500シリーズ1961年発表から始まる いわゆる、ノイエクラッセの発展版、02シリーズ、1966年、発表である。社名の後のアルファベットは、I は、ガソリンフューエルインジェクション、I ズは、ガソリン高性能フューエルインジェクション、A は、オートマチックトランスミッション、X は四輪駆動、C は、クーペ、D はディーゼルを表す。02シリーズのボクシーなボディを発展させ、 曲面を活かした優美なデザインを持ち、ノイエクラッセから続く伝統の M10 軽エンジンを搭載する。軽量ボディから繰り出される軽快で吹き上がりの良いエンジンレスポンスと俊敏なハンドリング特性を持った二度アセダン。サスペンション形式は変わらず、前輪がマクファーソンストラット式、後輪がセミトレーリングアーム式である。外観上の特徴でもあった。 ボディサイドのキャラクターラインから開く逆アリゲーター式ボンネットも2000により引き継いでいる。1975年登場時は全グレードに直列4気筒エンジンを搭載し、キャブレター仕様の316、318、320とインジェクション仕様の 320i が用意された。エクステリアはベーシックモデルの316と318は2等。 式ヘッドライトを装備するのに対し、上級モデルの320と 320i は4等、式ヘッドライトを装備する。1977年には、直列6気筒エンジンを搭載した326、323i が追加された。1979年マイナーチェンジ。フロントのロアーパネル及びエアスポイラー形状、サイドミラーのデザインが変更された。 仙台02シリーズのサイレンモデル1 5 0に3シリーズ登場後もサイレンモデルとして引き続き生産、販売されていたのガマとして315が追加された316搭載の 1573cc 直列4気筒エンジンをデチューにしたサイレンモデル。初代3シリーズはオイルショックの影響もあって2002ターボのような 高性能スポーツセダンは販売されなかった。一方で、ツーリングカーレース上では、ターボモデル 320i ターボが活躍した。バウアによる、カブリオレモデル、パルガトップは引き続き設定され、トップカブリオレとして販売されていた。日本へははじめバルコムオートトレーディングによって、正規輸入され、1981年、昭和56年からは、 BMW の日本法人として新たに設立された BMW ジャパンに移管された。しかしながら販売網の未整備や限定的な導入車種などから並行輸入も多く行われ315から323 i までが並行輸入車として日本で販売された。当初の正規輸入モデルはトップモデルの320お及び320 i で これらはアメリカ仕様の 320i をもとに外装をヨーロッパ仕様に戻したものであった。ごく初期に輸入されたモデルではフェンダーミラーに置き換えられていたものの、やがてドアミラーのまま販売されるようになった。1980年昭和55年にはマイナーチェンジを受け 318i と 318i が輸入されるようになった。翌年からは BMW ジャパンによる輸入業務に移管されたものの、1983年、昭和58年のモデルチェンジまで価格以外の大きな変更は行われなかった。初代モデルより車体寸法が拡大され、より滑らかで全体的に丸みを帯びたデザインとなった。デザイナーは第2世代 BMW7 シリーズ E32 や第2世代 第3世代5シリーズ E28E34 等を手掛けたクラウスルーテ。初代3シリーズではグレードによりヘッドライトが2等式、4等式上級モデルとなっていたが第2世代3シリーズからは全グレードに4等式ヘッドライト搭載された。サスペンションは前輪がストラット、後輪がセミトレーリングアーム式であった。第2世代3シリーズは2ドアセダン。 4ドアセダン、カブリオレ、ステーションワンオン、スポーツセダンと多岐にわたるラインナップが設定され、作りの良い軽量化された車体から繰り出される、吹けのぼりの良いエンジンレスポンスと、スポーティなハンドリング特性で、世界的な人気を博した。モデル展開は1982年に2ドアセダンが、デビューし、コーチビルダーバウア社による、トップカブリオレ、パルガトップモデルが追加された。グレードは、 直列4気筒エンジンを搭載する315、316、318i、直列6気筒エンジンを搭載する 320i、323i。ベストセラーとなる4ドアセダンのデビューは1983年で、ほぼ同時期に登場したメルセデスベンツの小型セダン 190E と人気を分け合った。 1985年には、小変更が行われ、フロントロアパネルのデザインが変更された。また、323i が廃止されて 325i に変わったほか、ETA エンジン搭載の 325e と、BMW 発のフルタイム 4WD である 325i が課された。また、カブリオレは、従前のバウア社製のものに加えて、バウア社と共同開発による、 自社製フルカブリオレモデルが追加された。1985年には他にもグループ A レースへのホモロゲーション取得のために開発された高性能スポーツセダン M3 が登場した。1987年にはマイナーチェンジが行われ、エリプソイド楕インヘッドライトと呼ばれる車幅等内蔵型の全焼灯が搭載されたほか、テールライトの衣装が変わり、 バンパーについては、鉄製バンパーをゴムブッシュで覆ったものから樹脂製バンパーにゴムブッシュを貼り付けたものに変わった。かぶり折れについては、従来型のデザインが継続され、3年遅れで後期型へマイナーチェンジした。318i はエンジンが新設計のものに置き換えられ性能が向上した。1989年には、ステーションワゴンである、 ツーリングモデルが追加されたが、この名称は2002のハッチバックモデルに由来したものであった。また、同時に4気筒 DOHC エンジンを搭載したスポーツセダン3 1 8ーズが追加された。1990年に3シリーズは第3世代 E36 型3シリーズへフルモデルチェンジしたが、カブリオレとツーリングについては従来型のまま併売された。両とも 第3世代のカブリオレツーリングモデルが登場する1993年、1994年まで販売された。バブル景気や販売網の整備など好条件が重なり、BMW ジャパンの設立以来最大の人気車種となった。販売台数の多さから、メルセデスベンツ1 9 e の小ベンツ、赤坂のサニーと並んで、 もときのカローラなどと揶揄されることもあった。正規輸入車のほか、並行輸入も盛んに行われ、左ハンドルの欧州仕様のほか、南アフリカ共和国で生産された右ハンドル車も、並行輸入業者によって、日本で販売された。また、プラザゴ以降の大幅な円高や、日本と同等の排気ガス規制の存在による日本の、車検適用の容易さから北米からの並行輸入も、 多く行われていた。北米使用者は衝撃吸収機構を持った大型バンパー、いわゆる5マイルバンパーが装備されていることが外観の特徴であった。マイナーチェンジを行った1988年以降も、この5マイルバンパーが装備れており、欧州使用と同じ小型の樹脂製に変わるのは1989年以降であった。また、日本使用者では1996年、 平成8年まで装備されなかったハイマウントストップランプもこの時代から装備されいた。正規輸入は1983年、昭和58年により、BMW ジャパンによって開始され、はじめは2ドアで、左ハンドルの 318i、318i ヤと、バウア社製、TC モデルの 318i や被りーレが発売された。2ドアセダンモデルでは、 専用サスペンションなどで足回りを固めたスポーツパッケージとスライディングルーフなどの高級装備を加えたエクスクルーシブパッケージが選べた。翌年には4ドアの325イヤーが追加されたが、これには高出力のライトシックスではなく 528E と同じ高トルク型の ETA エンジンが搭載されていた。1985年。 昭和60年には318ヤの4ドアが追加されたほか、318系には右ハンドルが設定された。1986年、昭和61年には325ヤにドアモデルが追加された。1987年、昭和62年に大幅なラインナップの変更があり、ライトシックスの正規輸入が開始された。これは、欧州でもようやく、 北米、日本並みの排気ガス規制が導入されたことに伴い、全エンジンに触媒負のものが開発されたことによった。ETA エンジンの325イヤが廃止され、ライトシックスの 320i、2ドアと320イヤ、325イヤ、2、4ドアが発売された。また、325 e ーカ、自社製、カブリオーレと325イクサ、M3 も追加された。さらに、 320i、イヤと 325i の2ドアには、M 車制サスペンションや、スポーツシート、エアロパーツなどを装備した、スポーツバージョンが設定された。1988年、昭和63年には、セダンが、マイナーチェンジされ、318i については、エンジンが、乾燥された。翌年には、スポーツバージョンに代わって、前述のパーツのほか、専用のツートーンカラーが用意された。 M テクニックバージョンが2ドアの6気筒モデルに設定された。また、320アイカブリオレが追加され、後に325アイカブリオレは廃止された。1991年、平成3年に第3世代モデルである E36 が発売されると、320アイカブリオレがマイナーチェンジ、325アイツイリングが導入され、 クラシック3シリーズとして販売が継続された。居住性と対象突安全性改善のためボディサイズが拡大した。伝統的な丸型4頭ヘッドライトは異形4頭となり4ドアモデルでのプレスドア採用等、空力特性が改善した。エンジンは6気筒系の全モデルで DOHC 化が行われた。サスペンションはフロントは 伝統のストラット式サスペンションでリアは従来の氷見用セミトレーリングアーム式から変更され Z1 から受け継いだセントラルアームイコールマルチリンク式サスペション式サスペンションとなった8年にわたって生産され途中エンジンの世代交代など様々なモデルチェンジが行われたためバリエーションの多いモデルである第3世代3シリーズ E36 は 第2世代3シリーズ E32 引き続き世界的なベストセラーモデルとなった。日本でも消費税導入に伴う物品税の廃止、物品税18.5%消費税3%、1990年代に入ってからもしばらく続いたバブル景気の余波、市場空前の円高を背景に販売台数を伸ばした。まず316愛、318愛、 320i、325i の4ドアセダンが登場。従来の2ドアセダンの後継2ドアクーペを追加。この2ドアクーペは、一見セダンとそっくりの外観だが、実は、ほとんどの外装部品が、専用設計となっていた。2ドアカブリオレを追加。ボディの大型化と、車両価格上昇により、電化モデルの必要性が高まり、3ドアハッチバックの小型モデル。 3シリーズコンパクトが生まれた。E36-5 はコンパクトのモデルコードである。その他同年には 325i のエンジンが M50by25 から M52by28 へと変更されモデル名も 328i となる。この 328i にはオートエアコンやヒーテッド,ドアミラーが標準装備された。ツーリングモデル、ステーションワゴンを追加。 同年11月にバンパーグリルのデザイン変更マイナーチェンジ。97年モデルより、車体カラーに合わせたカラードバンパーを採用。サイドステップ、リアスカートのカラーも変更。バンパーグリル、キドニーグリルのデザインを小変更。ハイマウントブレーキランプと ASCT を全車標準装備。なお、この E36 型、セダンのみまでが、 日本での高ナンバーサイズに適合するボディサイズであった。エンジンが 2000cc 以上のモデルや専用ボディを持つ、クーペとカブリオレは3ナンバー等。ツーリングとディーゼルエンジン搭載モデルは一切正規輸入がなかった。また、日本に正規輸入されたマニュアルトランスミッション搭載モデルは3 1 8八 a クーペ、左ハンドルと自動車教習所向けの 318I。 右ハンドルのみ。3シリーズのボディオ型化と車両価格上昇に伴ってよりコンパクトでリーズナブルな価格の車種が必要となり生まれたモデル。VW ゴルフと同じクラスとなる C セグメントを意識したサンドアハチック。モデルコードは E36-5 搭載エンジンは4種。日本市場では装備を追加したプラスモデルが存在する。 ボディデザインは E36 型のリア部分をカットした相性が施されており、外観に関してリアのトライク部分はカットされているので C ピラーまで E36 型そっくりであるが、実際にはコストの関係で先代 E30 型のシャシーに E36 型と同じデザインの外装を被せた車両であり、リアサスペンションも E30 型に用いられた。 セミトレーリングアームを流用している。3シリーズコンパクトの分類は C セグメントに位置する。3シリーズセダンは1ランク上の D セグメントに位置する。このクラスで後輪駆動、FR 車は数少ない。車型は3ドアハッチバックのみ。完全なにボックス型ではなく、小さなトランクリットのある、セミノッチバック、ノッチドハッチバックである。 316Ti、318Ti、318t DS が登場。なお Ti と称されるのは日産スカイラインの一部モデルに存在した Ti シリーズと同じくツーリングインターナショナルの略であるとされる。96年モデルよりバンパーグリルのデザイン変更。マイナーチェンジ。1997年モデルより車体カラーに合わせた。 カラードバンパーを採用、サイドステップ、リアスカートのカラーも変更。バンパーグリルのデザイン、キドニーグリルのデザインを小変更。3 2 3 t i を追加。1998年にセダン2000年にツーリングとクーペがデビューした。サスペンションは、フロントは伝統のストラット式サスペンションでリアは、先代の E36 同様に、 セントラルアーム、マルチリンク式サスペンション式である。316と318は4気筒モデルであり、320からが6気筒モデルとされた。車高を下げて専用サスペンションと内装、バンパーなどを装備した M スポーツモデルも後ほど設定された。2000年に6気筒モデルのエンジンが新世代の M54 系に刷新された。 2001年春には 330i のみ、若干の仕様変更が行われ、M スポーツパッケージのエアロデザインが変更されたほか、ステアリングギア比が13.7、1にクイック化された。同年夏には、その他のグレードでも、新デザインのエアロが選択可能になった。2002年にマイナーチェンジが行われた。セダンとツーリングのフロントマスクにフェイスリフトが行われ、 ヘッドライト、バンパーなども新しいデザインとなり、シャシーもサスセッティングの見直しや 330i 以外のグレードのステアリングギア比の変更、15.4、1 3 7 1などが行われた。316i、日本には 316ti のみの導入と 318i はバルブトロニック機構、人に換装された。2003年に、 クーペとカブリオレのマイナーチェンジが行われた。フェースリフトを行い、ヘッドライト、バンパー、フェンダー、テールランプなどが新しくなった。後期の 330i は、5速 MT、5速 SMG、5速 AT が選べるというトランスミッションの選択肢が豊富なモデルであった。316と318、330以外は AT のみの設定。 2003年モデルからは E36 以来の赤外線式キーレスエントリーシステムが電波式に変更されトランク解除機能が追加されたほかキーデザインも変更された。仙台同様3シリーズのボディオー型化と車両価格上昇に伴ってよりコンパクトでリーズナブルな価格の車種が必要となって生まれた小型ハッチバックモデル E46-5 は コンパクトのモデルコードである。E46 コンパクトは他の E46 型と同じシャシーサスペンションを共有しており、先代 E36 コンパクトと異なり正式に E46 型の派生モデルとなった。ボディデザインはコンパクトモデルとして独自の衣装が施され、同じ E46 型でありながらフロントからリアに至るまでセダンやクーペモデルと異なったデザインをしている。 先代と同様に分類は C セグメント、かつ後輪駆動、FR 車となる。車型は3ドアハッチバックのみ。完全なにボックス型ではなく、小さなトランクリットのある、セミノッチバック、ノッチドハッチックである。316Ti、318Ti、325Ti、320トン D が登場。マイナーチェンジ。 テールランプのデザイン変更が行われた。318トンディーを追加。その他順次搭載エンジンの変更が行われた。1シリーズの登場によって、3シリーズコンパクトはその役割を終える。E46 型では最も早い2004年に、モデルラインナップから消滅。ボディサイズがさらに拡大し、後席の居住性が改善された。 エクステリアデザインは BMW のデザイナー、長島ジョージ。フロントグリルのデザインにより、4気筒車と6気筒車の判別が可能。4気筒の縦バーは、ブラック6気筒の縦バーが、クロームメッキである。日本向けセダンの大半は、南アフリカロスリンで製造される。E90 はセダン、E91 は、ツーリング、ワゴン、E92 はクーペ、E93 は、 カブリオレのモデルコードである。第4世代の320は6気筒であったが、第5世代の320は4気筒の設計となっている。ガソリンエンジンは4気筒と6気筒の2種類であり、ディーゼルターボエンジン搭載車も販売される。ランフラットタイヤが採用され、スペアタイヤは搭載されない。6気筒モデルでは、電子制御ステアリングである、アクティブステアリングが設定可能。 サスペンションは第5世代2005年代 E90、E91、E92、E93 以降からフロントはダブルリンクのロアアームを持つストラットタイプに移行しリアは E36 及び E46 のセントラルアームから BMW 初代1シリーズや E39 及び E60 の5シリーズにも採用されたインテグラルアーム式ーリンクとなった。 米国道路安全保険協会によって実施された2006年度調査において、広報からの追突時の安全性が、プア危険と評価されたが、2009年モデル以降では、グッド、安全との評価を得ている。2011年10月14日に概要が、BMW グループより発表され、2012年2月より、一部車種を、除き世界同時デリバリー、販売された。本モデルから、 これまで以上に内外装や装備内容、その他タイヤやホイールサスペンションなどの車体セッティングについてバリエーションを増やし、標準仕様、スタンダードタイプのほか、内外装により個性を高めたスポートライン、モダンライン、ラグジーラインの3つのデザインラインが用意された。その後 M スポーツモデルも追加。形式はセダンが F30、ツーリングが F31、 グランツーリスモが F34 となる。最初に4ドアセダンが導入され、エンジンの種類や出力の違いにより、ガソリン車の 318i、320i、328i、335i とディーゼル車の 316d、318d、320d、320d エフィシエントダイナミックスエディションが用意された。エンジンは、 318i が 1498cc 直列3気筒ターボエンジン。320i と 328i が 1997cc 直列4気筒ターボエンジン。335i が 2979cc 直列6気筒ターボエンジンを搭載する。数値からわかるように 320i と 328i は同じエンジン N20 バとト 20a、b を搭載。 スペックの違いは AQ によるコンピュータ制御プログラムによって変えている。ディーゼルエンジンは 316D、318D、320D、320D 320エフィシエントダイナミックスエディションのすべてが 1995cc 直列4気筒ターボディーゼルエンジンを搭載する。搭載エンジンについて第6世代。 F30 から本格的に排気ガスや CO 排出量に代表される環境問題などに鑑み、これまでのような多気筒エンジン、排気量重視の姿勢から、一転、エンジンを小型化し低排気量で低燃費、かつ高出力化を目指すようになった。これは現在欧州で主流となっているダウンサイジングコンセプトに習ったものであり、エンジンを小型化し、排気量を下げるがターボチャージャーと、 直噴エンジンを組み合わせることで従来、モデル並みの高出力、高スペックを維持する。さらに搭載エンジンの共有化を推し進めることで、低コスト、製造設備投資、原材料資源消費を抑制かつ、低燃費、資源消費を抑制、環境面に配慮したエコロジーなモデリングがなされている。日本法人の BMW 株式会社は、2012年1月30日に、 3シリーズの日本使用者を発表。初期ラインナップは 328i。バリエーションは 328i、328i スポーツ、328i モダン、328i ラグジーの4つのみで 320i、320d は遅れて登場した。日本使用者は立体駐車場を利用できるように、仙台、後期型同様。 ドアハンドルを洋設計とし、全幅を 1800mm、ドイツ本国仕様は、全幅 1811mm に収めている。また18インチホイール装着車は、日本の保安基準により、ボディと同色のフェンダーアーチプロテクション装着する。全車種が75%、エコカー減税対象とエコカー補助金対象となる。同年4月、320i を追加。 これまでの発足オートマチック仕様に加えて6速マニュアル仕様が導入された。8月にザドライブモデル、4輪、駆動、9月にアクティブハイブレッド3、ハイブリッドモデル。初公開は2012年1月レトロイトショー、320D、ブルーパーフォーマンス、ディーゼルモデル、ステーションワゴン、ツーリングを追加。 2013年3月5日にジュネーブ賞で同月29日にはソウルモーターショーで3シリーズグランツーリスモを発表した。2015年5月マイナーチェンジを受けた。BMW は2018年10月4日から開催されているパリモーターショーで3シリーズセダン G20 を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。